日常に潜むあるある。すっきりした。あ、暗い。自動センサーの電気が消えたんだ。こういう時は電気をつくんだ。トイレ内で自動電気がオフになった瞬間、体を揺らして電気をつける。手を洗ってからの。洗った手でドアノブ触りたくないからね。手を洗った後にドアを触りたくないため、洗う前に足を挟んだ状態で手を洗う戦法。劣化しすぎでしょ。洗濯バサミが力を加えた瞬間ぶっ壊れる。もう充電の接続悪すぎでしょ。全然充電できないじゃん。充電マークがついたり消えたりを延々と繰り返す接続不良の充電器。戻らん。クソだ。ボタンを押しても戻らないメジャー。クソー。あぐりー。ダメだ。全然ビクともしないんですけど。動かないチャックにイラつく。就寝時、耳元に現れるか、めっちゃしつこい。じゃあ、お願いね。よろしく。あ、はい。年下相手でも最初は普通敬語じゃない？相手が年上だとしても、初対面なのに最初からタメ口な人にイラッとする。あー、うるさくて全然寝れないんですけど。音楽のダダ漏れやめてほしい。ドアノブ汚そうだし、触りたくないから、ここを使って開ける。公衆トイレのドアの取っ手は極力使わない。このトイレ、鏡ないんだ。手洗い場に鏡がなかった時の残念感。あー、そこのカフェがめっちゃおしゃれでね。へー、そうなんだね。行ってみたいな。鼻毛、教えてあげようかな。いやー、傷つけるかもしれないし、どうしよう。友達の鼻毛が出ていることを教えるか迷う。お母さん。ん？どうしたの？そこに置いてたマスク、私のだよね。いや、それお母さんのよ。マスクが誰のかわからなくなり迷う。うわあ！ゴキブリじゃん。殺虫スプレーあったっけ？スリッパで叩く？チラシで握りつぶす？助けを呼ぶ？それとも放置？どうしよう。部屋で発見したゴキブリの今後について迷う瞬間。いやあ、本当先輩って素敵ですよね。あはは。どうしようかな。後輩だからおごってやるか。いやでも今月お金厳しいしな。おごって見栄を張るか迷う瞬間。お、ナゴンからな。有給取れたよ。やったね。床いけるじゃん。これ有給休暇の感じって有給？有給？どっちが正しいんだろう。訳語に迷う。これ今まで食べさせたことないけど大丈夫かな。うん、大丈夫って思うけどね。子供に初めて食べさせる食材の時に迷う。よし、一人旅で本当の自分を見つけるぞ。人生に迷う人、自分探しの旅に出がち。お腹が痛い。トイレ行っていいですかって言ったら全然帰ってこないから、うんちしに行ったって絶対バレるよな。どうしよう。授業中の腹痛で大便に行くか迷う瞬間。ダメだ、届かない。湿布を背中に貼りたいけど一人じゃ貼れない時困りがち。ダメだ、剥がれないんですけど。ストレスたまるわ。湿布を貼る前からぐちゃぐちゃになった時困る。あー、もうないのに。最悪。トイレ後に髪がないことに気づいた時困る。うわ、冷蔵庫半開きしてんじゃん。食材悪くなってそうだな。この牛乳飲める？冷蔵庫半開き状態で中に入れていた食材が温度差で汗をかきまくっていた時困る。これ全部入りきらないじゃん。結構余ったな。どうしよう。シャンプーの詰め替えが余った時困る。インク切れでかすれまくってんじゃん。久しぶりに使ったプリンターがインク切れだった時困る。あれ、内蔵どこだ。確かここら辺に入れたはずなんだけどな。駐車券を探しても見つからない時困る。1枚ずつ使えないの？生産機に千円札までしか入れれないとき困る。おっさん、ベストタイミングじゃん。しかも最後の一パック、これ買おうっと。ラスト一パックの割引商品をゲットできたときの得した感。よっしゃー、見つけたぞ。アイス発見、ラッキー。食べようっと。冷蔵庫の奥の方にアイスが残っていたときの得した感。お、明日休みじゃん。明日が祝日だということを忘れていたことに気づいたときの得した感。祝日2回もあるじゃん。祝日がたくさんある月の得した感は半端ない。おー、マジかよ。久しぶりに見たな。まさかの双子ちゃんじゃん。割った卵が双子だった時の得した感。ふー、快適だな。席通して寝ようっと。
後ろの席に人が乗っていない時の得した感。あれ待てよ、今日水曜じゃなくて木曜日じゃん。明日頑張れば休みじゃん。自分の勘違いによる得した感。よし今日忘れてたぞ。ダラダラしながらケーキでも食べましょうかね。子供の寝つきが良くて自分の時間を確保できた時の得した感。今日はスイスイ進めて運がいいな。運転中信号に全く引っかからない時の得した感。キャノン